後ろにしよう。トード、ワクス極上の本マグロさん、いらっしゃい、一ゲットありがとう。ハリスさん、アキさん、タスケさん、アックン、ツキさん、ノリさん、シダゴンさん、BJP さん、オミムラさん、11個目さん、クロムゼさん、ユラさん、ジャガさん、16個目さん、ケンスケさん、18個目さん、19個目さん、ブチャクさん、ルクちゃん、いらっしゃい。久しぶりにバックアタック取られたんよ、抜け人に。あ、ヤギングがグレてるちょうどいい感じになってるよ。焼肉ついにグレたか。またたびさん、フェアさん、いらっしゃい。レオさん、エルクさん、いらっしゃい。お、ありがとう。オランジーナ買ってきて。マママさん、いらっしゃい。アクズデアンス、いらっしゃい。そこ、そこが抜け気のイメージ。せっかく取ったアイテムを持ってきてないから。ブライナか、ブライナですね。よく覚えてた。忍者にしてもらえなくてグレた。赤津34個目さん、白い黒猫さん、オカムさん、林ライスさん、いらっしゃい。うそこ座り。あー、なくなっちゃう。金曜貧乏さん、いらっしゃい。抜き気虫系でござる。とりあえず宝箱のところに戻って、バイト生産、いらっしゃい。手裏剣は取っとくの。手裏剣はえ、手裏剣は、トモさん、いらっしゃい。手裏剣は、手裏剣どうしたっけ。サオさんがね、お腹の中に、お腹の中に持ってる。で、デブチョコボかな？手裏剣どうしたかな？やっちゃった？消化された？詰まった時かぐり。あんだけ散々して手裏剣買ったのに。手裏剣は置いてきた。でも死ぬしかないじゃん。あー、めっちゃ忘れてた手裏剣。もしかして出発の視点で気づいてた人いた？なかなかのド S やないかい。あ、こついらっしゃい。石田ゆり子って誰だっけ。銀行の代わり。手裏剣いらないかな、だったらいいんだけど。あっちゃん、いらっしゃい。あ、アイテム欄見てすっきりしてるなと。いや、もう進む、進みます。そっか、置いてきちゃったか。あ、隊列が。カモメさん、いらっしゃい。何よりショックを受けているよ。手裏剣、ニンニン、サオさん、手裏剣投げれずに終わるの。かわいそすぎる。手裏剣投げたくて忍者になったのに。さすがサハオやな。もうこいつカエルにしよう。うん、そうね、試し投げするわ。トード。うん、そこらの雑魚に投げるわ。手裏剣投げない忍者なんて。絶対投げれると思ってる？ボス戦で。超盛り上がらないわ。ゲームを投げるな、手裏剣を投げる。忍んでますな、いらっしゃい。ユウさん、いらっしゃい。おかえり。
何もやらかしておりません。あ、なくなっちゃう。ハイポあと1個1個ぐらい拾うかな。そうだね、そう思うことにすれば。係長いらっしゃい。全部置いてきた手裏剣はって言われて、あ、やってしまいました。戦う、あの5人ブロックがなければ。初見ラスダン、うんうん、ラスダンいらっしゃい。あ、そっか、エリクサあるから手裏剣つえしたかった。影持ってないかな。手裏剣いただけませんかお見逃しいたしますので、手裏剣をください。本当にドロップしないの手裏剣ってさ、この人たち。なんかにゃーって言ってる気がする、外で。ハマズンさん119個目さんいらっしゃい。エリクサーちょうだい。貴重だからダメしないの。どんまいすぎる。百式を使用にするか盗もうか。手裏剣ちょうだいいたす。言霊ロゼさんいらっしゃい。ああ、まず持ってたらこっちに投げるね。そうだね、投げないつことはないということか。ハイポありがとう。なくなっちゃった。次はじゃあもうケアルですね。ケアルで、投げてきたのをキャッチするしか。さよならハイポ。これシンメトリーになってるわけじゃないよね。反対側行ってみます。ああ、このギリを投げればね。銭投げっていうのは歴代で続いていくのかな。 FF6 であったかどうかを覚えてないんですよ、銭投げ。あ、そうですね、ドラゴンっていうのは出会わなかったです、クリスタルタワー。あ、5から6にもあった。あ、あれ、こんだけ。まあ落ち着こう、深呼吸だ。FF5 の侍から。 FF タクティクスならキャッチでアイテムがゲットできる。うーん、捨て吐く。どうだ、落ち着いたか。あー、わかった。これ下と上とで4箇所だ、クリスタル。うんうん、ダメガネさんいらっしゃい。そのまま続けるんだはい、捨て吐く。あ、またぶれちゃった。過呼吸どうだ、ダメです、鬼塚さんまだあかんのかい。あの一連の流れに、暗闇はヒット率が下がるんだよね。初見とは思えない、ゲーム脳だねもう流れが分かっちゃう。満を持して聞こう。今日クリある？今日クリはあります、予定。どこだてめえ鬼塚さん熱望しました。エスナ、おお、頑張ります。いいか、スンありまーす、スン。今日2分？それ細かいことはいいの。さあ、下のところに来ました。クイーンスキュラ、新しいの来たね。あ、
エアロガはヘイストと同じレベルか。グラッチはゴーレムの杖をつけてるのでポコポコ殴ろうかな。バイオとかしちゃう。あ、コツ178個目さん、ノリトペさん、いらっしゃい。キモい的だな。リアルなの、リアル。移動中ですか。はい、お疲れ様です。あ、突っ切れるぞ。宝箱があって、ガルム基本殴ろう。うん、バインバインだったね。当時クリアできない友達のラスダン、友達のラスダン。うん、そうだね、クリタワからやり直し。手裏剣来い。あ、ということは、うん、まあでもクリタワさ、一枠二枠ぐらいでいけたからなんてことないよ。ドラクエさんをさ、ラスボスで消えて一からやり直すとかに比べたらどうってことね。バインバインでも柔らかいとは限らないってマジっすか。マジなんじゃない思う。思ってくれる。あ、リボン見っけ。やめて、バックアタックとか。心が強くなりすぎたんや。うん、手裏剣ぐらいでね、ちょっと涙目になったりしてないから。バックアタック調べる来た。新しい聖域来た。見ないで。後ろから見るとはな、なかなかなフェチですね。なんか聞かないかな、コンフィとか聞いたりしないかな。バハムっちゃおうか。たまにはリヴァイアさん。痴漢だー。おっ、やめてください。本気出すのやめてください。死んでしまいます。やっぱバハムルさんにしよう。キッペさんいなさい。一瞬で怖くなった。聞いて。聞かない。もう一回行こう。やめて、死んでしまう。戦う。ケアルが、お、間に合った。あ、そうか、ボスのパチモンやね。あ、ケアルが全体罠、やっぱやめた方がいい。おお、とー焼肉さん図工した。しかしこの状態から、まずアレイズで残して、ケアルガでユラにしようか。メテオが来ないことを祈ろう。手裏剣使えば。うんうん、はい、よかった。怖っ。ちょっと宝箱のボスはナメプやめよう。危ない。ジョナさんいらっしゃい。体勢を整います。レイズで小鉢さんいらっしゃい。ジャンデより強くってんじゃんかもしれない。ヒヤヒヤしたのはそうだね。減っていくぞ。リボンは、百式につけようか。あ、百式にはつけたから、じゃあ焼肉につけてあげよう。ソハさん最後な。なくなった。焼肉ってケアルないの？ある、あるけどナイトなので魔法は使えないよね。のほほんちゃさんいらっしゃい。
あるだけか。うん。あるだけだよ。カリスマ不審者さんいらっしゃい。エロサイトに見えた。よし。そして焼肉にクリヘルカラーリボン。はい、よし、はあ、立て直しました。上行けるかな。焼肉食べたくなってきた。どこかに正解があるんだろうな。一個隣はなくて、なんか真ん中あたりちょっともっこりしてたから、みんな慣れてしまったけれど、男が兜外してリボンだからな。鉢巻き風にしてるのかもしれないし、あそこが隠しで抜けてとかじゃない？これ喧嘩してしまった。かけ。たにゃん？鋼のリボン。かっけえ。ちゃんちゃん。モッケイ？闇の世界は理不尽な隠しがちょくちょくある。わかりました。やっぱり。正解。さあ、ここは何だろうな。おまこ。さささは。ここワンワン多いね。あ、すぐだ。水だ。水か。立て直します。ユラがもうケアルがなくて、チナさんいらっしゃい。円月輪はリボンを固めたものだったり。最強だね、リボン。いきます。水の影のクリスタル。闇か。来てしもうたな。エキドナ。うん。先にヘイストよりプロテスをかけることにする。シロたちにギリバンじゃない。ほんとだ、おっぱいあるね。1765。百式のプロテス。うん、妖怪みたい。あー、クエイクを使ってくるんだ。攻撃は2人に任せて回復をしていこう。ケアルだ。うん、でも全体だからなぁ。ケアルが。クエイク以外の攻撃が出れば。やっぱり若干プロテス効いてますね。あ、ブレクが使ってくるぞ。よしよし。効かなかっただけ。いいですね。じゃあ、プロテスをかけ。焼肉ヘイストかけよう。
うん、リボンあってよかった。ドレイン、おお、半分。ドレインも確率でしたっけ。ミスったりするよね、絶対。ごっそり焼肉チューチューされた。戦う。じゃあプロテスを焼肉に。今のドレイがだね美味しいからって。ズゾゾゾゾゾ。そうだね、2分の1計算かもしれないです。決めておきた。さあやってしまおう。一気に畳みかけたい。ケアルガサハウとユラに行きますか。焼肉と百式があんまり食らってない。メテオはやめてよ。まさかの使えるうん、そうだね。間に合った。よし、間に合った。ああよし、ではソファオにフェイストをかけます。殴るで、焼肉にケアルダ。次から手裏剣のガン投げっすね。そうね、ソファも投げたくてね、うずうずしてるまだかな、まだかな、指示はまだかな。ケアルタ仲間投げちゃう。手裏剣はね、いくつあったかな。結構買いました。サハンは手裏剣持ってきてると思ってるあ、サハンから、いや、半分じゃないな、1000ですね、持ってったの。確率かもしれないね。戦う。えい、バハムルさん行ってしまえ。ヒット回数、なるほど。ああ、やはりメガフレアは強かったです。出番まだですか。いらっしゃい。コレクション用だし、はい、余裕。見た目変わらないですね。言ってること一緒だ。要領の都合でまだ何も言ってない。言ってる故障。あー、闇の戦士の2パオね。なるほど。あと100式が4000超えてないだけですね。ノリノリやね。なんで置いてきたソファオの、ソファオの狂乱する姿が想像できるわソファラなんでやーって、あんだけ買ったのに。うん、クリスタルに話をしたら、あの闇の戦士が出てくるの。あ、コハチンが背伸びしてるな。ヨウさんいらっしゃい。うん、今ね、あの闇のクリスタル2つ目ですね。今から3つ目いきます。そうだね、私荷物チェックしたよね。バナナとか言うからだな。情けないわほんとショック。他の3人は話題すらしに必死そんなバナナ。ふてねさ、手裏剣おやつに入ったのかな。バナナしか持ってねえ
荷物チェックの時にビール買いに行ってた。ありがとう。もうクリスタルタワーを登るぞって言ってすごいね。ワクワクしてテンション上がってたんだ。すっかり。客式が全然食らわないですね。4番目。隣のクラスに借りよう。こいつを殴る。うん、アイテム欄すっきりしてて。ザクザク。次じゃあ、右下行ってみます。右下エレベーター作って。ヒデさんいらっしゃい。手裏剣忘れた。達也風な。あ、石になった。なか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 。右下へ。どんなダンジョンかな。おやつ忘れたやつが情けでみんなからもらって一番お菓子持ちになってた。なんていい話だ。あ、こいつ変わらない。生放送的に一番盛り上がる順番だと思う。あるある。本当に。なんかそんな思い出ないな。うん、あと3分ですね。順調順調。寝れないの？よし。雨が降ってたからランドセルしょって遠足に行ってた。こういうところさ、もしかしてあるんじゃないかなと思ってさ。あ、そういうこと。見届けないと寝れない。ありがとう。人造人間21号さんいらっしゃい。おまこじゃないよ。そこはさすそわと言いなさい。初見じゃないでしょ。初見です。これゲームの勘ですよ。そわこ。ちょっと変えてもダメ。ウィキって言う。ウィキってないよ。お前ウィキ太郎じゃないよ。おまみきじゃないです。なんだウィキくん。いやだってさ、さっきちょうど思い出したんよ。ここなんか理不尽な壁あるからねって言って、こういうことかなと思って。いいやね。信じてよ。そうそうそう、お前攻略本見ただろうの略をおまこうって言うんだって。これもうまっすぐ行ったらいいんじゃない。こうして攻略本装備か。こうか。はい、疲れ様です。次役行きます。わあ、やばい。本当に見てないからね。ソハラを学者だったわけか。お疲れ様です。鼻をほじるな。あ、本当に私見つけちゃったよ。ソハコ。信じてる？本当に。お疲れ様です。